プロディーサーさんとのなんかきっかけ。出会いだったり、おもなんか印象残ってることってありますか？プロデュースは超印象に残ってますね。俺も結構いろんな人とスタジオ。こっちでは90年代のラッパーと結構いろんな人とスタジオ入ったんですけど。プロデュースだけは本当にまず。俺、何時間ぐらい？8時間ぐらいセッションいたのかな？8時間まず1回も座んなかったしで。 リリック書くときビートをかけて、それこう静かに聴いて、お、超ドープなビーツじゃんみたいな。それありがとうみたいになって。そしたらその後プーって奥の方行って、そしたら本当にノート、ノートこんぐらい何す ?20 冊ぐらいか。ノートボコン持ってきて、それでもう机の上にノート置いて、でもずっと立ちながら、ビート聴きながらそこから取るんですよね。いいバースを。選んで。 でそっから一つつずつブックインしていく多分すっげえ頭いいんだろうなってで一回も笑わなかったしまあジェールプリズンから出てきたばっかりだったんでその時俺があったのもでもすげえかっけえなって思いましたねそのノートこんな持ってきてそん中から一個ずつ選んでみたいなすげえなみたいなかっこいいなみたいなそれ八8時間ぐらい経って 座るときは、でも、俺はそのとき初対面だったんですよ。プロディジーと。だから多分向こうもかなり警戒してたんですよ。俺も二人セキュリティみたいの連れてってて。一応。その、一応俺も舐められたらまずいと思って。スーツ着させて二人に。黒い。それで <laughs>。それ俺もモブディープのスタジオだから一応。で、向こうもやっぱり、あの、すごいグループいっぱいいるじゃないですか。うん これは舐められたらまずいなっていうので。それ、そういう感じで俺も行ったんで。だから向こうもかんぐってたんだろうけど、ちょっと誰だこいつらみたいな。でもちょっとずつ仲良くなって、最後あのプロディジーの本も,もらって。あ、レコーディングの途中にいきなりドアがバンバンバーンってノックされて。それ、モブディデプのスタジオカメラがすごいんですよ。いろんなところにカメラあるんですよ。それ、ノリエガのクルーが来たみたいに超騒いでるんですよ。 多分その時プロデュージが出てきてノリエガかなんかと揉めてたんですよ、多分。本でノリエガの悪口かなんかを書いたんですよ、暴露して。それでノリエガ軍団が来て揉めたっていうのは一瞬ありましたよね。でもすごいんで、あのドアも本当熱いんで、モブディープのスタジオって。ドアが本当にこんぐらいが22個なってるんで。っていうのはありましたね。